チキラドンエタ14です。はい、今回は LIC っていう大会のベスト16のところからパーフェクト勝利したね、試合をご紹介したいと思います。まあ、ライブで撮影してたんですけど、その後にね、アップデが来て、まあ、一応環境も変わったというところで、まあ、一応ね、こちらの方は前回全部パーフェクトで撮れてるので、まあ、こちらのアタックをライブ5本分紹介したいと思います。まあ、いつもはライブの時もね、後で解説を入れてたんですけど、今見たらまあ、ある程度ね、まあ、ちゃんとした会話が成り立つので、まあ、今回はそのまま使っていきたいと思います。そうなんですけど、ちょっと前提として、同時刻の開催の LIC の MCES vs キャラメルプリング日本クラブなんですけど、その試合を見ながら自分たちも対戦を LIC やってたって形で、まあ、そうするとちょっと話がわかりやすいかなと思います。何のこと言ってんだっていうのは大体そっちの方を見て発言してます。まあ、なかなかね、5人戦でパーフェクト勝利って結構難しくて、いろんな、何回も試合ずっとやってるんですけど、パーフェクトって結構本当に難しいんで、まあね、すごく、まあいい結果が残せたかなと思います。はい。で、LIC ってルールを先に少し説明しておくと、以前もやったんですけど、陸の攻撃を2回で、空の攻撃を3回強制でやらなきゃいけなくて、まあこれは絶対一緒です。はい。陸1回とかダメで、まあ陸2回、空3回っていう縛りがあります。まあその辺を念頭に、配置をね、時間によって振り分けていくという感じです。それでは早速やっていきましょう。懐かしい。YouTube 誰もやってない。いや、アダムか。いや、マダムでしょ。あ、アダムね。アダムも、あれやってるよ、今。LIC 放送してるよ、一応。アダムあれでしょ、キャラメルでしょ。キャラメルと MCES でしょ。これからやるんですか？楽しそう。あ、これからなんだ。楽しそう。俺らの次。おぉ。マダムのさ、おぉ、アキラさん、これは、うまい。この人か、この人か。違う、MCS だったかな。おぉ、ガクさん4番。で、ん？ですよね、4番。4はドラ見てます。うまい。え、キャラメル、もうやってるじゃないですか。マジ？え、もう、今49分ですよ。ああ。マジか。まだアダム遊んでるわ。確か15分くらいだと思う。ちょっと待って、クイーンウォーカーズも見つかんないんだけど、なんで。サムネめっちゃわかりづらかった。アキラさんの見たいよ。4も確定で大丈夫ですか？もう行った感がすごい。4行っていいよ。もう行った感がすごいですね、これは。どっちか行くでしょ。いいっすよね。まあ多分。いやーもう。無理しかない。なんか、はい。アキラさん、ドヤスペルだけ気をつけてください。打っとけ、打っとけ。あ、オッケー。使っちゃえばいい。打っとけ、打っとけ。とりあえず打っとこう。おー、ウィザード強い。チャンピオンさえいればもう全部いけそう。まあでも普通に普通に呪文きつく割と結構あれだった。うぃー適切だった。ガーサスです。ガーサス、ガーサス。これはチンポ配置だからあ、なんかエリカ残ってる。MCS の対戦めっちゃ配信してんじゃん。割とビッグゲームじゃね、日本人からしたら。そっか。全然ありっすけどね。うん。9時のシングル IT にボーマー刺して潰して、隣のアーチャーター開けて、グランジョーに放ってです。ガンガン判定穴開けしてくる。ノクイラバー。わ、マジですか？なんかまたストリームあったんだけど。これガチか。本物かこいつら。うわ、そこ残るか。12ボマーにしての方がいいかもね。そうだね。いや、それは壊れて。コウモリスタートじゃダメなんですか？あ、ま、どういうあれなんだこれ。ひたすら横打ちされるからだ。クラス的にはどっちの方があれだと思う。どっちの方がいい？え、なんでドラグマやってんの、スタドラ。
もう得意戦術じゃんだって、スタードラ。得意戦術だから。ドラゴンさん。スタードラゴンだから。あ、そのなるほど。いいと思う、いいと思う。分かれ方いいよ。おいあ、これは自業自得。あ、そっち行くんだった、これ。え、これコウモリ。じゃあ、これ、どっから、コウモリやって。コウモリやって。コウモリどやんなよ。どやるとかあるんすか。え、だって真ん中を、水と池、あ、でもどうだ。赤爆出んだよ。あれ、フリーズで。おぉ。不穏な赤爆すぎる。ドラゴン死んでほしいな、ここまで。ほんまそれ。余計なことないらしい。水とクロスに。2個あんでしょ。あと1回。あ、コウモリについてってる。あ、ついてってな。赤爆オーデンが残ってる。あ、ルイちゃん。いや、それ、あ、残んのか。あ、ちょっと。でも。いや、でも、さ、クロックあるから。クロックで行ったんじゃない。おっぷな、お前。あ、ちょっと、あれか。いや、ちょっと、きわいな。きついな。巨爆あると。めっちゃありそう。怖え。めっちゃありそう。怖え。ラグうまいっすね。うわぁ。ちなみにワンパンできんの、あの水取って。一発で折れる。ワンパンワンパン。待って、この怖い。いや、絶対あるでしょ、これ。絶対ある。なんかアーチャーが、あー、なんでアーチャーそっち殴って。この怖い。え、でも後からどっちしろこれアーチャー来ていける説。確かに。お、ない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 。おお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 、通りそう、通りそう。なるほど。最初置いてなかったからな、そこ。やりたいのどっちが学じゃないよ。クラス。いや、でも、その、伊藤さんがその、ストラストラで、どっちか陸しないといけないってなったら、取るね。まあ、確かに。ああ、そうかなって感じです。取れね、めっちゃこっちいな。じゃあ、一応。で、大丈夫ですか。ああ、よくよっしゃ。ドラゴン作んないとだ。途中までできてるけど、2番やるなら自分もそれでいこうかなと思ったし。あ、なるほど。まあ相手欲しい位置取ってるしね。確かに。多分ターンも取れるけど、さすがにチャンピオンどう使ってたかちょっと覚えてないな。まあ、あれ、これスタドラの入っちゃう、うん、そう、なんかね、ライドラの人はクランチョが壊れてから使ってた、ドラゴンで。なんかこの配置の方が青壁多く見える。なんでライドラの人って言った後ドラゴンがクランジョを壊してます。なんか、そう、クランジョ。おでん、もうちょい。もうちょい。あ、おでん。まあ、でも、押せる。デイジーラスイのおかげで。使わんな。うまい。おー、貯めるね、レイジ。おー。ヒールあるから。いや、もうちょい。あ、なるほど。やってる。おー、フリーズがうまい。フリーズがうまい。そう、これ、これ、これ、めっちゃ取られる、前回。誰のガクドラゴンだよ、これ。これね、悲しくなる。強っ。これは、な物量が。大差の予感。いや、頑張れ、タイガークロス。イーグル、キングが吸った。あ、壊れた。おー、いった。強っ。強っ。ガラシャス。強っ。ランナイスでした。悲しい。最強だ。アイスタドラの負け。もう試合勝ってるもん、相手星1だから。全然良くない仕事。クラウス君のせい見ろよ、スタッフ。すげえ、あの状況からなんでイーグル本とこにキングいんの。何しに来たの。すご。頑張れ。普通に戻っても。めっちゃ削ってんじゃん、普通に。審査クイーンを延命するイメージだった。あ、その手すらうぜえな、確かに。
あんまり延命しないんだ。丸の前。結構困ってる。あれ ?6 時からじゃなくなってる。ちょっと。いや、でも、こっちの方が、シングルアイティ的には。うまい。うまい。1マス寄ったけど、うえ。うえ。いや、いいね。うえ。うまい。イメージ。完璧やな、これは。おーアイゴリキング大丈夫。それで落としちゃろ?そのアイゴリキング。いや、いいね。それうまい。大工残すのうまいな。これはエッチコンロ点火ですか?いや、まだだな。まだですか?まだだよ。そのクイーンか。なんか、打ち方キモい。点火仕掛けたわ、今の。点火。あてか、シンセ取ってる。ウォールブレイカー、ウォールブレイカー。あ、クランジョーでか、クランジョーで。オッケーオッケーオッケー。ナイスだ。おー、いい。いや、いい。いいよ。うまい。もう、まあ、レイジを貯めることによって、インが白を割る。やめてイーグル。ナイス。いや、オッケー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 。クロック、オッケー。クロック。もう、これは、ターゲット、とりあえず始めたい。ターゲットチェンジ選手。これは、クイヒー、バカアウトです。これ打てるんか。いいね。ヒーラーがスイッチすると。あ、惜しい。ヒーラー集合集合。でも、ホグならあんまシングル。ヒーラーそっちじゃない。キングが殺したらいけそう。ナイス。すっくついた。トーマ入るな。トーマ入る。なんかでも打つ場所がないな。あ、ここか。ここじゃない?え、オッケーオッケーオッケー。うまい。いいんじゃないですか?どうですか?わかりますよ。いけそう。打て時間だ時間回収も間に合いそう。回収は全然。ロイちゃんさえ、ロイちゃん残ってるし。打つんよ。打ったでしょ。ナイス。すげえ。ああ。これは。頑張れみんな。これは頑張ってください。これはガサス。ガサス。ガサス。たさんこういう時、ね、回線落ちっていう手段あります。言い寄せ。逃がすな、逃がすな。おめでた。頑張れ。タウンまで多くないですか?こっち。頑張るよ。クイーンウォーカーズのメディさん強かったしね。なんでアサツこれ使ってんの?入れていくはずじゃないって意味。他なんもないやん、これ。開いた。開いた。懐かしいな、この配置。ライドラッシュしたやつでしょ?ライドラッシュしちゃった。あ、届かなかった。レジかけちゃおうと。届いてないんだ、それ。危ないことしないでほしい。もう釣り。ちょっと釣りそう。あのいっちゃん。あ、迫撃強い。強いそこ。ドラゴンゲージなんか。あ、ウィザード捕まっちまった。あ、それいいね。いいね、よくないそれ。まあまあまあ。とはいえ。とはいえ。全然ラファエルマシな。確かに。あ、フリーズうめえ、それ。そこ向かうんか。うま。うま。チャンピオンもいるし、まだ。これ、イーグル入るんだ、クイーン。ですよ、の距離で。おー。まあ、おー。よく言ったな。お、チャンピオン出てきた。けちょっとあ、オーデンオーデンオーデン強気なことしないでいいよ。おーおーおー、うまい。トーム
あとチャンピオン押さないと、あ、でも確かに。大丈夫、タケられてない。うめえ、うめえ、うめえ、うめえ。嘘つかないです、サドラ。おっそー。いけそう。ああ、タイクフォン折れちゃった。おー、折れちゃった。なんかもう、エースパフェだ、強。クレシが半分くらいなくなってる。ナイス。あらあら。よかったね、クラス取って。やった。ね、シーストってる。これがクイーンウォーカーですから。うぃ。はい、というわけでね、ライブで見ていきました。まあ、こんな感じですね。まあ、普段の、まあ、クイーンウォーカーズのリアルな会話に、ほぼほぼ一緒かなって感じですね。まあ、こっちの攻撃だけだったんで、まあ、ある程度、まあ、ポジティブなことも言ってたんですけど、最後に2倍速で、今回の前回のリプレイを見つつ、終わりにしていきたいかなと思います。まあ、今回のアップデートって環境変わってからできなくなる戦術っていうのはほとんどなくて、まあ、逆に、今の環境にプラスでなんかできることが増えるよっていうことの方が多いので、まあ、今回はアップデート前の動画なんですが、今回こうやって出していきました。まあ、別にこのまま普通に同じようにやってもアップデート後でも全開になるアタックかなというか、もう普通にクイーンも75とかに上がるし、逆にむしろ、うん。まあ、ライトニングとかも使ってね、いろんな幅が広がっていくところで、まあ、今まで通りの戦術でもしっかり全開が取れますよという形でご紹介でした。まあ、またいくつかね、アップデート前の動画もまだ素材として残ってるものがあるので、その辺をご紹介していければなと思います。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。エンディング後にリプレイを流すので、最後までご覧ください。というわけで、さよなら。We'll be right back.
Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back.